国章太でした。今日はありがとうございました。ただですね、おかげさまで4月2日3日頑張れよ、桜がいい感じで咲いてます。100万回抱きしめたって足りないくらいに愛してる。100万年先の未来もずっと君だけを見つめてる。国章太っています。よろしくお願いします。久しぶりになってごめんね、ただいま。終わりなんてないだろう、二人のこの歌には。僕とどこまでも行こうよ、行き先はいつも風任せ。僕とどこまでも行こうよ、地平線を越えて。君の好きなとこなんて数え始めたら、時間がいくらあったって足りないから。君の嫌いなとこ全部愛してゆくから、笑っていてよ、この先も隣でずっと。どうでした？いや、ゲロ緊張しました。いや、でもすごいいいライブだったね。あ、ありがとうございます。もうゆうすけくん来るって前日聞いたんですよ。それだけで緊張するなと思ってたんですけど、逆にゆうすけくんいてくれて僕ちょっとなんか和らぎました、ね。いや、さすがにやっぱりさ、誘った身だからさ、絶対行かなきゃと思って来てさ。そう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 、こうやってずっと動画撮ってたよ、頑張って。すいません、30分ね、先輩使ってる、すいません。いやいやいや、俺たちもね、あれの時あったじゃん、Vlog 撮ってもらったりとか。あの日楽しかったです ね。これから多分ね、一緒にこうやって野外一緒に出てくから、ストアカと国章優太が。よろしくお願いします。その時ね、お互い取り合いっこしようね。お願いします。どう、楽しかった？でもいや、楽しかったですね。なんかやっぱり、なんか屋根がないところでやるのいいですね。ライブハウスも好きなんですけど、子供たちとかもね。そうですね、普段会わないじゃないですか、子供とかって、あんまりお客さんとして。すごくなんか新鮮な気持ちになったというか。この後はとりあえずご飯食べていこうか。そうですね、今日ね、一杯飲みましょうよ。ぜひお願いします、ね、今ダンスがやってますよ。そうです、ちょっと見ていきましょう、お疲れ。お疲れ様でした。いや、これ桜が綺麗だね。最高ですね。ちょうど満開じゃないですか。そう、なかなか昼間に俺たちこうやって出歩くことないじゃん。もうそうですね、家に引きこもってますからね。そう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 、いいね、開放的でね。最高です。じゃあ乾杯しよう。いただきます。美味しいモヒート入ってるわ。あー、ハイボールうま。早速ご飯紹介していこうかな。そうですね、ゆうすけくんそれモヒート、モヒートストローで飲むんですね。そう、これね、酔いが回るやつね、ストローで。そうですよね。うん、すぐ決まっちゃうよ、これ。うまっ。
で、ムービングバーのモヒートに、はい、ムービングバーのタコス。タコス。うわ、これ匂いやば。できた？やばいっす。炙りチーズっす、これ完全に。あ、これ美味しいの出てるね。炙ってますよ、これ。あ、ライム絞った方がいいっす。あ、いただきます。はい。うまっ。うまい。どうや、チーズが炙ってあるから、うん、旨味がすごいっす。そうね。うわ、いいな、この開放的な空間。うん、おいしい。これ、一個で足りないんじゃないの、君。うまそう。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、お前ちょっともうこれ言っとけ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 、お母さん仕留めたいって言っしゃ、おいしい、マジバカジューシー、いや、おいしいって最高です。ゆうすけ君鹿ですね。お母さんこれめっちゃおいしい。うまっ。イノシシちょっと言ってくださいよ。イノシシもなんかジューシーなのに全然しつこくないというか、うまっ。うまいっすよね。いや今日最高ですね。いや最高、本当にありがとうございます今日。いやいやいや、でもなんかユータがこのイベントとかに出てくれてるのなんか、ね、感慨深かったよ。いやめっちゃ嬉しかったですけど、めっちゃ緊張しました。やっぱ野外のライブっていいっすね。うん、これってお願いして作ってもらえるんですか？一応キャラクターいたんだから。僕あの埼玉西武ライオンズ大好きなんですよ。あ、なんでちょっとライオンで。あ、なるほど。はい、ライオンでお願いしてもいいですか？ライオン、いいですよ。お願いします。楽しみ。イエーイ。飴を配りさせていただきます。これ食べれるんですか？無料で食べられます。の方に来てもらえれば、子供たちに、小学生、中学生くらいまで食べ配りますので、もらえるように、どうぞ1人1個くらい。温度が80度くらいあります。はい、すごいよな。結構暑いです。はい、というかすごい暑いです。飴を配りたいやつやってます。よかったら1人1個取りに来てください。職人だ。2人でよかったら飴を配りします。どうぞ。手紙は後から作ります。はい、ありがとうね。寒いね。最初何作ってんだろうっていうところから、そうですよね、急に一気に寄ってくるからえーってなるから、前回ビビったもんね。どうぞ。お世話になりました。いやいやいや、あちらで本日はどこに桜まつりでブーツの楽しみです、ね、角の方で販売します。よかったらねご覧いただけたらなと思ってます。もったいなくて食べれなそうです。あと今日は水からですねジビエシラスワインも販売してます。これはちょっと色違いの。そうです。本当だ、縦紙がちょっと濃い茶色。そうです、ね、させていただけたら楽しみ。本日ね、北の森桜祭り開催中です。今日明日開催してます。いろいろな出演者の方がちょっと減っちゃいましたけども、北の森桜祭り昨年今開催 YouTube 撮ってる。ぜひ楽しめてください。地元のヤンキーに絡まれてるみたいな。言ってる間にすごいよ。本当だ、かっこいい。そう、ライオンです。すごいでしょ。あ、すごい、すごい。あ、お、すごい。ちょっと可愛い感じです。見せて見せて。可愛い系です。我らがライオンズ。ちょっと待ってね。ちょっと美容系 YouTuber みたいな感じ。あー、素晴らしい。あー、いいよいいよ。あー、いいよいいよ。子供たちに見せてあげよう。どう、ほら、かっこよくない？かわいい。すごいでしょ。かっこよくない？かっこいいし、かわいい。かっこいいよね。子供たちが、うん、リアクションがね。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。今年のライオンズ優勝ということで。優勝するぞ。お願いします。はい、ということで本日、諏訪の森桜祭りありがとうございました。ありがとうございました。ゆうすけ君も誘っていただいてありがとうございました。いえいえ。次がですね、5月1日の畜生フェスに、僕もまた出させていただきます。よろしくお願いします。ストアカさんは次は4月の30日かな、同じ畜生フェスの夢で出させていただきますので、うん、ぜひ、2日間とも足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。国志ウェイズでした。
ありがとうございました。